パリロックにある劇団結成記念非生名座は17世紀フランスに存在した劇団。演劇を志した青年期のモリエールが恋人のマドレーヌ・ベチャールと共に起こした。わずか2年程度しか存在しなかったが、コメディフランセーズの歴史を遡ればこの劇団に行き着くため、その意義は大きい。大学を出たばかりのジャンバティスト・ポクラン、後のモリエールは、 人生の岐路に立たされていた。父親は宮廷にも出入りする室内装飾業者で富裕な町人であった。父親の後を継ぐこともできたし、大学で獲得した弁護士資格を用いて活動することもできたが、どちらも選ばなかった。演劇の道へ進む決意を固めたのである。彼がどうしてこのような決意を固めるに至ったかは定かではないが、彼の育った環境や、 マドレーヌ・ベチャールとの出会いがそうさせたのだと考えられている。1643年に1月3日、モリエールは書面にて正式に父親に世襲権を放棄する旨を、同年6月30日、マドレーヌ・ベチャールの母親マリー・エルベの家にて、劇団結成の契約。在員はわずか10名。俳優としての実績があるのはマドレーヌだけで、残りの者はモリエールを含め全員演劇は、 素人であった。しかしその契約書によれば、罪員が脱退する場合には、初舞台以前なら3000リーブルの罰金、以後なら4ヶ月以前に届け出を必要とする。なお違反した場合には、全財産没収とあるなど、熱意だけは素晴らしかった。各種で劇団は結成されたが、活動拠点とする劇場を探す必要があった。結成されたばかりで、資金的余裕などなく、 あちこち探し回った結果、古ぼけたジュドポームを借り受けることができたが、それでも1900リーブル必要で早速資金が足りなくなり、モリエールが父親に借金をして何とかしのいだ。ジュドポームは本来球技場で、劇場ではなかったため、改装が必要であった。それにはしばらく日数がかかるため、活動を始めるために、一同はルーアンへ赴き、10月から1ヶ月の間工業を、 行った。パリで工業を行うことができたのは1644年1月のことであった。デビュー公演ではトリスタン・デルミットのセネクの死を上演したようである。座長のマドレーヌは劇団結成前から有名で人気のあった女優であり、なおかつ当時マレー劇場が火事のため閉鎖されていた事情もあって、はじめのうちはそれなりに客を集めるのに成功した。座長。 福座長ともに悲劇を好んでいたため、もっぱら悲劇を上演にかけていたが、当時一流のブルゴーニュ劇場やマレー劇場に対抗できるわけもなく、次第に興行成績が悪化していった。モリエールは金作のために、東本清掃し、あちこちで借金を重ねたが、対談者が出てしまった。12月19日には、経費削減のためにさらにカリチンの安いジュドポームに移るが、 状況は好転しなかった。1645年、深刻な財政難に陥った劇団はいよいよ追い詰められ、債権者の取り立てに応じることができなくなり、破産した。同年8月2日には、142リーブルの返済、不可能な借金のために、モリエールが劇団の代表者として投獄されてしまった。モリエールは幸いにも数日で出獄することができたが、団員として残ったのは、 ベジャール兄弟とクレランだけだった。借金のためにパリにいられなくなったので、新たに二人の審査員を加えて、一行はボルドーへ赴いた。13年に及ぶ南フランス巡業の始まりである。ボルドーで、ギュイエンヌ総督エペルノン公爵の庇護を受けることに成功し、生命座は公爵が所有していた劇団とが合併した。1645年の年末、 もしくは46年の年頭のことである。こうして、生命座は、解散、幕を下ろしたのであった。白水社は、モリエール名作集1963年、観光版、くま書房は、世界古典文学四十47、モリエール1965年観光版。ありがとうございます。